どうやらこの先はボスがいるようね。ここまでの難易度を考えると相当な相手なのは予想がつくわ。けど乗り越えないと。望まない未来を断ち切るためにも進むしかない。ああ、行こう。回復してくれ。
攻略方法が揃ってないから今ここは一旦引いて立て直す。分かった、そうしよう。みんな、このまま戦っていたら思うような戦いができない。撤退、ここまで来て下がるというの。ティア、大丈夫です。まだ負けていないし可能性があります。分かった。よし、みんな一度引こう。なんつう相手なんだ。あのまま戦い続けても一方的にこちらが消耗するだけ。撤退したのは正解でしょうね。それでどうする？何かいい攻略方法を立てられればいいんだけど。そうだな。午前0時より緊急メンテナンスを行います。メンテナンス10分前になるとログインしているプレイヤーは強制的にログアウトされますのでご注意ください。緊急メンテナンス。このメンテナンスはおそらく得意点の封鎖。ユイの心配していたことが実際に起こったんだ。情報を集めたい。一度町まで戻ろう。やっぱりメンテナンスは得意点の封鎖みたい。告知が公式サイトに出てるんだって。プレイヤーの活動区域が得意点まで広がったことが原因だと思われます。ティアさんへのデータ干渉を断ち切る前に得意点が封鎖されれば打つ術はもう。そうなればいずれデータ干渉の影響でプレミアとティアはエラーを起こし、かそれを阻止するために残された時間は午前0時まで。こんな緊急事態だって時に得意点の手前には手強いボスが配置されてると来たもんだ。正直か
かなりハードな内容だぜ。あのボスって難易度的に考えてあの場所にそぐわない強さだよね。本当はもっと上層に出てくる相手なんだよ。ただ中途半端にアインクラッドが創生されちゃった影響であの場所のボスとして展開しちゃってるみたい。まったく、ゲームとしては強敵として楽しめる状況なのかもしれないけど、今は迷惑にも程があるわね。どうしましょう。攻略法もないとなると前の戦いの二の舞になる可能性もありますよね。それならば人に頼ろう。人に頼る？人は支え合うことができる。そう言ったのは、今の私のように人に支えてもらうことで可能性を広げれば。頼るか。なるほどな。よし、レイド戦に参加してくれる人たちを探そう。アルゴの方でも誘えそうな人に声をかけてくれるか。協力はするが、今回は状況が状況だからうまく集められるかどうか。なんせ緊急メンテナンスが行われるほどに不安定な場所でのバトルになるわけだからな。きっと大丈夫です。人が人を思う気持ちはとてもとても強いですから。ここにいるみんなにそう教えてもらいました。まいったな。そう言われちゃうと頑張ってメンバーを揃えないといけないじゃないか。私たちも協力して集まってくれるメンバーを探しましょう。俺もいくつか当てがあるから声をかけてみるぜ。絶対にあいつを倒して先に進もう。なんてったってあの先にはティアちゃんの可能性がいくつも広がっているんだもんね。ええ。よし、協力してこのみんなでレイドに誘いそうな人たちに依頼を出してるけど、まだ、もっと、誰か来たな。はい。あれ、確かにノックが聞こえたような。誰だ？ティア、俺に何か用か？話をしに来た。話？まあ、立って話すのもなんだし。何か飲み物を用意するよ。大したものはないけどさ。大丈夫、必要ない。どうしたんだ、部屋を見渡して。他の部屋と微妙に違う。ああ、ティアはアスナたちの部屋で過ごしているんだよな。こっちが寝室？ああ、そうだけど。そんなに他の部屋が珍しいのかな。じゃあこっちのテーブルで話をしようか。こっちの方がいい。こっち？ベッドの上がいい。つまりベッドに腰掛けて話がしたい。ああ、そういうことか。それじゃあ横に座るな。あの、なんで椅子じゃなくてベッドに腰掛けるんです？気に入っているから。気に入ってる？ふかふか。え？寝具というものはとても優れている。そっか、よほど布団が好きなんだな。寝具を使うということが今までなかったから。ああ、なるほど。ティアはこのゲームが始まってからずっと布団やベッドがある環境にはいなかったんだろうな。ユイと添い寝をするとより暖かくて心地いい。へえ、ユイと添い寝をしてくれているのか。ありがとうな。むしろ私が添い寝を求めているのかもしれない。そうしたところでも人とのつながりは得られているんだと思うぜ。ええ。あ、そうだティア、レイドを集めるっていうのはいいアイデアだよ。みんなと一緒にいたから思いついた。誰かを信じ支え合うことで一人では得ることのできなかった結果を得られる。人がつながり合えば可能性が生まれる。そっか。
私はそのことが言いたくてここに来た。人とのつながりについてか。本当のことを言うと、まだ抵抗はある。もしかしたら人に傷つけられるかもしれない。でもその不安を乗り越えるのにもまた人とつながりを持つことはとても難しいと思った。ああ、だからみんな必死なんだ、信じる仲間とつながるために。前までは人のことを信じるなんてできなかった。だけど今は人を信じてみようと思える。みんなと共に決められた未来ではなく、果たああ支えるよティア。ありがとう。ティア寝ちゃったのか。でも人とのつながりを拒み続けたティアが今は人の隣で安心できる場所を見つけた。これもきっと人を信じるという言葉の表れなんだろうな。ティアが自ら見つけ出した自分の望む未来、それを追い求められるようにするためにも得意点にたどり着かないと。とはいえここで寝られるといろいろ困ったぞ。いる？ティアが部屋からいなくなったのよ。一緒に探してほしいんだけど。困ったぞ。